弱い。
かしごいです。でも分かんないけど、これ見て。いやいや、割れよ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 。いや、あんなの、どうしようもないじゃないか、ならないのに。2点ゲーム、いや、2点ゲーム、2点、2点。あれ、悪か。ほぼ18号対0.2ぐらいなんで、アタックバーン1000事故ってんだ。テゼレット、リーチ明かしてアタック鉄は5点エンド修正度が今2ドロします。手札0、そんな0だよ。ゼロだよ。リチャク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 よろしくお願いします。手札はマンゴレなってリーチャー。思いっきりお前に勝てるわけないから、いい加減にしろって言われても何も文句言えねえから。これ先頭はアタック1点、割れるやつは全部殺します。割れれば勝ちは近い。割らないとダメだし、1枚以下の順位、1枚以下ですね。本当に割っても回答であって回答じゃないみたいな微妙な感じになっちゃうから。あった、3点引いた。厳しい。11ドロー、さすがちょっとゲーム来て2位の枚数30枚だったらまだやれるけど、アンタッピン1クリーチャーあれじゃねえか。で、1点、アタック5点。ボイハイやらけなんとかなるかな。エンドイ殺します。3ターン目か4ターン目浮き。要はハンドが見られる。あ、
ってくるのが主で。これ集中じゃダメだな。でもプレインズの本家でもやれる。まあそこに収支があるんだ。はい。土地がない。日本マナがない。土地マナがないです。日本マナがない。それはなんで先生カウンター。カウンタースペル。リターンだ。ランド。バウンシング。土地1枚。月々1万円キープ。お、もともとどうですか。あれですね。学園の格差どっちか正確に。いやでもはめられる可能性があるんだったら、さあ行ってもらえば、白間のことだし、端から動かれたらすごくありがたいと思いながら、さて、ぶつかるからね、全然暇かまらないんだから、いや、少し最初だったから、これが5点だったら、やらないでしょ、エンド、どうします。はい、キープ何も起こらないドロー。セットランド、エド。はい、ドローします。はい、プラスしたいです。ディスカード。セット。アンダッカー、ドロなかなかないですけどね。じゃあ、いや、あの、ファンダー、ゲームとかでのマナーとかがありますね。ありがとうございます。じゃあ、すみません。もう一回、あとは命令なんだから、命令の相手のライブゲームで。はい、11。はい、プレイヤーのプロがいます。本当だ。なるほど。シャドウの除去の方だよ。シャドウの除去兼、それをライブラリに切り直してる。もしや。0からなんで、まだあと10点あります。2枚だよ。探し忘れかもしれないけど。じゃあ最初のカットお願いします。はい。まあ、これによってはおかしいかもしれない。カットお願いします。はい。サイド。サイドカットなんです。いや、何言ってるんですか。なんですか。はい、じゃあカットします。はい、行きます。はい、残り9クリーチャー。サーチするよ。はい、はい、はい。なんだけど、代表自分で結構盛り盛りしてくれるっていうので、謎の追いつくだけでプレッシャーになるかな。いや、俺そんな配信してる。気にするとかほどじゃねえし、それはこのマッチアップは。このマッチアップはそうですね。全然その謎追い気にしない。めっちゃ嫌な話。申し訳ないですけど、実際なんかの、あの、まあ、ゼロはしないかもしれないです。まあ、でも、アンタップインすっかな。テゼルトであいつ殴り殺してるしね。序盤としていうことが、本当にいいよ、プッシュを残すかどうか。はい、いや、プッシュ残るでしょ。全然だったら間違いない。だったら、いや、いけねえ、電源。そうだよ、だってシャドウ嫌いって言ってたから。デスモコ食らうのはめんどくせえ。そうっすね。そっちだってこっちボリュームはないじゃない。上向で俺ああ、そっか残されるなんて先手だったね。微妙なところですよね。手前だったらハンクラスでいいよ。そしたらハンドキーボードにして、ああプラス落ちたらプッシュはここは戻してる。マナクリスタートとかそれを狙われるわけですからね。しかもマナクリスタートしても完全に絶対にいいから。完全に絶対に1回見てばエンド。それも間違いないな。どうします。帰宅特区。はい、家のこれだけでもされてもほぼ動かない。すごすぎる。ちょうどよく入れてきた人聞いちゃった。そんなあれですね。プラマケです。はい。プラスします。なんとするしかないんで。ちょっとこのクリープに変えたらこんな。ちょっとだけでいいんじゃないかと思う。頑張って、頑張った。打ち宣言。これやったら、ランレスってグーグルで調べると、ここにサイコパスって出てくる。そうなんですか。知らねえ。ちょっとランレスの、ランレス対策ちょっと調べるからって、ランレスチェック調べたらサイコパスって出てきて。
断絶サイコパスワニですごっ黒タン断絶のサイコパスワニ黒タン断絶は涙が雨だろうあ、ね、あ、そうか、うん、モダン見たらサイコパスワニモダンだよ遠藤黒だったらシンクホールって言うんだシンクホールなんてなしですからはい この動画見たら、あ、こいつはサイコパス。そちらの話は許せませんっていう。なるほど。あー、まあ、せーよ。これは。じゃあ、アーティファクト破壊と2点。で、どっち？ライフ計算なのか。いや、ライフ、ちょっとこっちでライフ計算をするよ、それ。最初からあの16っていうのはライフ計算なのか、こっちの計算なのか。どっちか。手札がない、ライフ1点、10。引っかっていうのもありますね。これが無理だったら、大したかもしれないんだけどな。おタイトはい、あんた今、中性度いくつですか4三点数点ぶつけにマイナス修正っていくつでしたっけこれは43点を全然多いあれのせいでさ、アンタップ、あの、アンタップにやるときって、私、ワンチームしたいんだ、一度出すと、あれ払えると、もう、先手を打ったら全然キャバが届かないっていう。何してくれてんの目見て、正直やる。引っかかって。エンド前まだある。ああ、そうですね。はい。まあそうなると白物が白物が進んじゃう。もっと早くトロンをするかだから。そうそう。はい。どうなんだ。かっこいいな。2点。かっこいいな。12。はい。アップキープ2点。2点の。2点です。ああ、一回見えたもう一つ。結局。先頭アタック1点はい、取りますセットランドエンドドローしますクリーチャー来るとそっち対処しづらいしもしもし追放領域にゼロ壊れないゼロというはい、じゃあ1キルはいそうですね選択ですよねで、店長、あれ
かどこで選ぶ、まあ、僕だったらマップ選んじゃうかな。あ、確定で揃われるっていうリスクを考えると、一応反対に今見るでもありました。18で7、終わり。厳しいな。よかったかな。ジンクリちゃんね、じゃあ破壊とプレイヤーに2点。はい、いきます。はい、で捨てました。はい、うん、マジだ。じゃあ通すしかねえな。いや通すしかねえな、そもそも。マドシはいらないし。ラカナーズ遅いから無理。罠の橋あればとりあえずこの次のターンは食らうけど、その次に手札を使ってから止められなくなる。じゃあそれにスタックして、ここに点数差点を取るとします。だいたい普通のバラクートは右に2枚入れる。今1枚入れといてもいいけど、それが1枚とアライアンスで勝ちも怪しいから。
やっぱシワ見るとこことダムネーションを入れとかないと怖いですね。イリアのマイナス、まあ、マイナスは前足がそこですかね、やっぱ。それからじゃあ最初から向こうに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 大学変動しません。今日これは大学変動しないから両人受けるけど、感染はだらしちょっと増えてる可能性があるから。感染はもっと結構大丈夫じゃないですか。ちょっとバイト先生とあるので感染はいいんですか。まあほぼほぼ可能性ないです。数字を散らしていこう。自分は持ってた。自分はあんまりいないから大丈夫。仕込まれたわけやね、実1あれあかん、あれあかんエンドだね、あれあかん、あれあかん、まずやっぱ一番どうします、ほぼだと思うんですよね。いや、大体2枚ぐらいするかっていうふうに始めたんだから、下には4、2ぐらい入ってて、で、ドレッジって入ってて、で、確認します。4枚とか入れたって入れるのであれば、あと今回はなんかどうやったんですか、あれやっぱどうします、バージョンとプラス公開された枚数に等しいダメージを1枚のところに対してはその枠取りしてるもんじゃあかる、はい、先頭です、あと、はい、結局その2つありますよ、コマ2番の生贄で起動します、1のこれが、はい、でも、カットとして10回目から起動します、生贄トップに出してもらバラクの部分に行かなくてして、こっちがサイド側からこれを入れて何がしたかかわからない、ストレを開けてもまた元に戻して、相手はそのリカドゾーンに対する対策を入れてそれが腐らせられるっていう、そっちの方がなんか分かりやすい、まあ、自分と分けるんですよ、戦い方いや、6点、5-5になってるけど、6-5、プラス1の6-7になったから、エンド、はい、ドロエンド前、1点入れたよ、ハンドタップ、ハンドタップ、戦闘は1枚黒が青だから7点、5点、2点、5段目には点数で打ちないとセルトプラス、前には貯金、あ、そっか、それで給油しても3段目だし5枚、3段目だったらすげえ、ね、なんかこれはエンジン絶対バラには勝てないんで、トロンって感じだっちゃう、中澤さんにやらせましょう、絶対あの味方を開拓ねえっていうと、いじりにできたらあそこだでしょ、じゃあ4マナで X2 のバリスタエンド、あ、大変動しないんだっけ、大変動しないんだっけ、大丈夫、大変の総量変化しない、やばいな、モブ打ちまくりじゃん、順モブができるんだよ、さすがに弱い動きだった。